いい板取りがありましたよ。お、本当ですか。はい、このちょうどいい細さしてて、この間山際さんとね一緒に実験してたんですけど、喉乾いてる？はい。ああ、ちょっと待っててね、今支度するわ。で、ちゃんと洗います。中もよく洗いますね。虫が入ってたりもするからね。おお、いい感じだ。おお、いい感じ、いい感じ。はい、できた。じゃあ、ここに水を入れますね。はい。はい、どうぞ。撮影してやろう。飲んでみて、飲んでみて。いただきます。どう？うん、普通にストローみたいに入ってきます。飲めるでしょこれ、うん、イタドリっていう植物なんですけど、中が空洞なんですよ。そうで、今問題になってるマイクロプラスチックとかプラスチックゴミ問題ね。このイタドリうちの公園で役立てるんじゃないかなって。普段はね刈られちゃうんだよね。なるほど。でもこれいいでしょう。これからうちの職員はこれで行こうかなと思ってます。まあ、要検討でお願いします。はい、まあまあこれは特に毒とかないんですが、うん、植物の中には結構毒があったりね。そうですよね、うん、危険なものもあるので、まあ、もしやる場合は詳しい方と一緒にイタドリ探して、で、まあ、中虫入ったりもしてるんで洗ってやってみてもらえればなと思います。結構いけるでしょ、はい、そうですね、うん、はい、ぜひお願いします。はい、ごちそうさまでした、はい。